どうも、アキです。パワープルアプリやっていきましょう。今回はこちらの筋力急速キャラオンリー狙い撃ちガチャを20連引いていきたいと思います。はい、というわけで新しくやってきたこちらのガチャなんですが、特定の得意練習に筋力または急速を含む12キャラのみが出現ということで、まあなかなかピックアップ内容もいい感じになってるんじゃないかなと思います。まあ虹谷誠であったり、あとはなんといってもこの荒方ですね。はい、荒方はですね、やはりかなり注目すべきキャラクターだと思いますので、僕も今 SR プラス4なので、ぜひ今回、荒方のプラス5を目指して頑張っていければなと思います。はい、 PSR も持っているので、まあ、将来的には PSR の解放も狙いたいですし、あのパワー上限アップがまたね、不具合じゃなくちゃんと来てくれれば本当にやばいだろうなと思っているキャラクターですね。まあスイープでエプロンで行くのか、もしくは荒方で行くのかというのが選択できるようになってくるとまた面白いと思うんですけどね。はい、で大豪月、水月、桜沢、が復刻というか限定組かな。で他出てくるのが血が大空、大声、大声もいいですね。騎馬、東条が登場、マグロ、虹谷、須藤、まあまあまあという感じですかね。はい、最近ですね、メジャーの海道学園高校で、まあ、二刀流育成とかやっていて、ずっとこのあれだ、どこ行った、いた須藤を使ってたんで、なんか須藤が選ばれてるのが嬉しいな、なんて思いますね。はい、それはさておき20連引いていきましょう。いきます。さあ今回はただもう荒かったですね、完全に。嘘嘘、キラン来い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 。うーん、キランは来ない。荒方来い、荒方。あ、もしかしてこれ PR 以上確定、読んでなかったぞ。素晴らしいな、だとすると。うん、騎馬か、いいですね。 PR 以上確定か、非常に素晴らしいガチャになってますね。はい、で2回目は SR 以上1枚確定もあると。最近はもうこれくらいいいガチャがむしろ当たり前になってきているのが不思議で仕方ない秋ではございます。はい、登場の登場、登場が登場するね。さあ荒方の PR だけ聞きたい、頼む頼む。荒方引けないというね、13キャラクターしかいないのに20連やって引けないというね、この引きの弱さであり、あります。12キャラか、12キャラしかいないのにまさかの引けないというね、引きの弱さでございました。ハッピーワンで言っときましょう。ここで来ないね。はい、まあという感じですね。はい、そしてですね、本日からバトスタトーナメントが始まりました。今回一つ面白いなと思ったのが、複数枚消費の期間を選べるというところですよね。まあ基本的にイベントって、まあ土日とかに複数枚消費が来ていたと思うんですが、まあ土曜日、日曜日が休みの方ばかりではないですからね。まあもちろん学生とか、まあ一般的な企業に勤めてる方だと土日は休みだと思うんですけど、まあ平日が休みの方ももちろんいらっしゃるとかっていうところで、これかなりいい制度だなと思いましたね。まあ土日休みでも用事ある方とかいると思うんで、まあただ1週間の中で好きに複数枚消費使っていいよってなると、ちゃんと走りたいっていう人にとってはかなりいいですよね。はい、なんていうね、そこを非常に面白い取り組みだなと思いました。まあただその分、あのボーダーがまた走れる人が増えた分とかっていうのはあると思うんですけど、まあ一つね、そういった方々にとってはいいんじゃないかなというところですね。はい、薬師寺も早速明日にでも僕もサクセスか何かで使ってみたいなと思っておりますと、まあいうところですかね。今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。アディオス。